とある着物のことについて議論になりました。議論とファシリテートということで皆さんにお伝えしてみたいと思います。はい、こちらは屋敷着物チャンネル。着物を着る前、着るとき着た後、包括的にお手伝いしているお役立ちチャンネルになっています。初めての方、はじめまして。私が、当チャンネルの案内人の名物専務です。議論とファシリテートということです。ついぞ先日、こんな話が議論になりました。人へと合わせの時期についてということです。まあ、平たい話、合わせ。裏のついてる着物と裏がついてない。夏物と冬物の間の着物という2つの種類の着物があって、この合わせの着物というのはいつのタイミングまで着れるんですか、どの季節まで着れるんですか、というようなことが議論になっていました。平たい話、冬物の合わせと裏がついていない状態の一重物の着物、そして夏物と、大きくこの3つのタイプの着物の種族になっていきますが、一般的には衣替えの時期が6月1日なんで、高校の制服と一緒で、そのタイミングまでは冬物で、6月1日からが薄物、7月からが夏物で、9月に入っていくとまた一重物に戻っていくっていうものが一般的な薄物と合わせ物、一重物と合わせ物の違いですということを踏まえた上で、じゃあ、5月の20日着物を着るとき何を着たらいいですかっていう話になったとき、別に用途としてそのドレスコードを遵守しなければいけない場合はそれをきちんと守らなくちゃいけないけど、カジュアルの場合だったらね、何着て悪いか、何着て悪いとか言わないで、その日の気候に合わせて好きなの着ましょうというのが、まあ常平で私が申し上げていることです。で、実はここで議論になりました。着物屋さんがそうやってルールを決めて、どうやこうや今までやってきたのに、なんで今になってそんな急に緩いこと言い始めるんだと、ルールを決めたあなたたちが、今になってみて、そんな風に、そのルールは別に遵守しなくていいよ、みたいなこと言うのっておかしくないですか？っていうことで、議論になりました。はい。で、ここからが議論と走り手と、という話になります。結論から言います。意見は意見として誰が何を持ってても何も、何とも思いません。そういう、その人はそういう考えなんだな、ということを、皆さんで披露し合うのが、まあ、議論なんだろう。そこについて合意形成のもとに何かを作り出そうという、着地点を見出して、そこで会話の合意形成を見て何かしらを積み上げていくんだとしたら、そこはきちんと、ファシリテートというですね、オーケストラというところの指揮者がいて、どういうふうに話を持っていきましょうというふうに着地を見出さなくちゃいけませんが、そうじゃない議論、ただの議論をしている場合だったら、まあ、そういう意見もあるんだね、こういう意見もあるんだねと、包括的に、見聞を広げるためにいろいろ聞くということは非常に大事かなと思います。ただ得てして議論を始めるとよく起きるのが、私の意見が正しいんですという主張をする方です。それはそれで別に、誰がどういう意見をしてもいいし、誰がどういう意見を持っていてもいい、僕はすごく思います。意見を持っててよくて、それを効果的にいろんな人の話を聞くべきであって、承認欲求が強かったりね、なんやかんやしてその人が自分の我を通すということが強く露呈していくと、そこは議論じゃなくてですね、ただ意見をぶつけてるだけという感じになっていくので、非常に望ましい環境じゃないな。着物についてはもうほとんど着物を着てる人がいないという現状においては、着物を着てるだけで素晴らしいという見方もあるかと思います。ただドレスコードで尊重しなくちゃいけないドレスコードはあるし、そこにこうあるべきだというような、フォーマルのシーンであればきちんとした一定程度の基準があります。それは守っていいんですけど、そうじゃない場合のカジュアルシーンにおいてはある程度緩い方がいいなと僕は思うわけで、でそこで、議論しても意見が違う人とはもう交わらないので、ああそういう意見もあるんですねというぐらいで話しててちょうどいいなと改めて思いました。僕の意見が正しいでしょとか言うつもりもないし、どうのこうの言うつもりもないです。ただ、議論するときはね、相手を選ばないといけないなと改めて思いましたし、まあね、水かけ論してもしょうがないし、お互いね、大切な時間だから、大事な人と面白いために時間を使った方が有益だなと思った次第です。はい、今日は、なんとなんと、議論とファシリテートということでしたが、ファシリテートということからすると、ある程度こういう形勢を置いて、とある着地点を持っていくこと、なるべく季節に応じた装いをしましょうねというテーマのもとに、合意形成を置いてそこの着地点を持っていく、
分にはファシリテーターという人は必要 だと思います。ただ議論にファシリテーターが必要かどうかったら、まあいた方がいいけどいる必要はないと。ただある程度合意形成でどこかに話を落とそうと思った場合にはファシリテーターが必要だなと思った次第ですし、さらになおかつ時代はね、このファシリテートというスキルを非常に求められていると思います。会話を上手に操作するわけじゃないですけど、その場所をクリエーションするためにはファシリテーターという人の力が絶対必要ですし、そのファシリテートの力によって会話の膨らみ方も違うということからすると、それはスキルなんだなと改めて思った次第でした。はい、着物についてね、非常にこう自由闊達に建設的な意見が出るようにぜひ話を進めたいものです。はい、ぜひ皆さんの近くでですね、あ、この人画が強くて自分の話しかしてないという人がいたら、あ、この人はそういう意見なんですねというような程度でやり過ごしましょうということでした。はい、屋敷物チャンネルより、議論とファシリテートという話でした。